どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、毎月恒例のお知らせです。 G ラボのウクレレたちの販売と予約が受付をする期間がやってまいりました。はい、明日です。この日程です。2023年の7月22日土曜日のお昼ちょうどより G ラボウクレレたちの販売と予約再開いたします。イエーイ。はい、今回はですね、まあ一応ちょっと説明させてください。まあまあいつもねおなじみの初めてウクレレ、これはコンサートとソプラノありますに加え、ガズモデル、ここに一応並べてみたんです。ブラックビューティーモデル、そしてこれがウスレレのコンサートウクレレ、そしてこれがヴィンテージシリーズのソプラノウスレレスタイルですね。はい、それとここにハニーさんがいつも使っているウスレレのソプラノサイズ、はい、このような感じでですね、ラインナップ G ラボ の定番のね、あのスペシャルなモデルたちが、鎮座しておりますが、この辺のやつがですね、在庫あるものは即発送で、ないものは予約受付ということになります。そしてですね、今回ちょっとどうやってこの、ね、ガズのGラボガズレレのね、ウクレレたちっていうのはいろいろ選べる設定になっているっていうふうにいつも言ってるんですけど、この後ちょっとあのガズが改めてね、解説しようと思うんで、ちょっとこの後ね、見てみてください。この時間ぐらいから解説始まります。そしてですね、今回の目玉なんですけれども、まず B ラインです。 B ラインというのは何かというと、あの何の問題もないんですけど、ちょっとね木目がね、ちょっとこう癖があると言いますか、本当、もう全然ですよ、そういうものが若干あります。早いもん勝ちになると思いますね。それとですね、なんとですね、あの G ラボポップアップショップで展示をしている、セミオーダーウクレレの、販売が、4本あります。これすごくいいウクレレです。で、あの G ラボ YouTube チャンネル、 G ラボの YouTube チャンネルっていうのがあるんですよ。そこでヨッシーとアッキーが、そのウクレレの紹介をしてくれている動画がね、先ほどアップロードされているようなので、概要欄とここら辺にもちょっと貼っときますけど、それを見ていただくとよくわかると思うんですけど、あのすごくいいウクレレ、セミオーダーを使う普段のラインナップではないやつで、その中でも1本は、アカシアの AAA という木材を使ったこのウクレレです。すごい木目なんですよ。これ極上サウンドです。その他にもこちら、3本、上等なこの感じのね、一本物ですから、これがですね、今回なかなか皆さんいいんじゃないかなというふうに思います。これに関しては、G ラボの、ページに、詳しく解説ということで、ぜひご覧になってください。はい、そういうわけで一応もう一回確認しますよ。2023年の7月22日土曜日お昼ちょうどより G ラボガズレレとウクレレたち販売予約スタートです。はい、毎月だいたいね、月末の時期に期間限定でね、この期間が、設けさせていただいてるんですけど、ぜひ皆さん、ホームページ見るだけでも遊びに行ってみてください。そして、ウクレレのことでちょっと今もざっとね、いろんなウクレレがあるよっていう風に紹介したんですけど、これかなり選べる設定になってるんですよ。それでまずはですね、今言ったようなヴィンテージシリーズとかガズモデルとかそういうものっていうのは、ガズレレ公式ホームページの下の方にですね、このバナーがあるんですけど、そのバナーを見てもらうと詳しいそれぞれのモデルの解説があるんで、もうこっちを見てもらった方が早いかなと思うんですよね。で、そのそれぞれのモデルの中で選べる設定っていうのがあるんで、今からですね、ちょっとそれを説明していきたいと思います。まず最初に、この初めてウクレレというウクレレについては、フレットとかそういうのは選べないんですよ。ピックアップもなしです。で、唯一、大きさだけ、これはソプラノサイズですけど、コンサートサイズがありますね。それと、販売の時に、Amazon とかでもこれも販売できるようになってる、チューナー付きのセットみたいなのも Amazon ではあったりとかしますね。ちょっとこれだけは、別モデルになっております。で、それ以外の G ラボの、わがままウクレレとか、初めてウクレレとか、いろいろあるんですけど、ちょっとざっくりですけどね、そのモデルによってそれぞれ違うこともあるんですけど、説明していきたいと思います。まずですね、サイズの違いですね。はい、これは、薄レレ、同じ薄レレのモデルなんですけど、大きさ違うでしょ。はい、コンサートサイズ、ソプラノサイズ、コンサートサイズ、もう一個ちょっと大きめのテナーサイズっていうのがあります。ちょっと今ね、ガズの家にはないんですけど、こう3段階のセットで基調を選べるようになってて、全てのモデルではないんですけど、一応ソプラノ、コンサート、テナーということであります。これをまず、認識していただいてもらって、あとボディの厚さっていうのがあります。まあ今見させてもらってるのは、これ薄レレといって相当薄いでしょ。ちなみにですね、ここに普通の厚さのウクレレもあります。これブラックビューティーの普通の厚さ、これサンプルだったんですけど、見てください、こんだけ厚さが違うんですよ。これはレギュラーの厚さですね。この厚さもですね、皆さんのこのモデル選ばれるモデルによっては、厚さが選べるものもあります。そしてですね、このピックアップというのを説明しましょう。ここにジャックといって、これ穴があって、ここにね、コードを挿してアンプにつなげられるっていうモデルがあります。ちょっと
ょっと値段高くなりますけど、いざという時にこのマイクっていうかこうケーブルにつないでアンプであの PA 音響に、ま、たあの通せるよという機能をつけるかつけないか選べます。そしてですね、皆さんが気になるのはフレットの数が選べるっていうものがあるんですね。まあほとんどこれフレットの選べるんですけど、見てください。普段よくガズが使ってるこれガズモデルですけど、これはですね、12フレットのモデルなんですね。そうするとここに指板がこういう風になって、ガズはここでよく弾いてるよって言ってるんですけど、これが12フレットなんです。そして、片やちょっとこれ限定モデルでこの販売はないですけど、10周年記念モデルなんですけど、これ見てください。フレットはここまであるんでしょ。フレットのこれ見てもらうとフレットがあの分かる、ギリギリまでフレットがあるのとね、ほら全然違うじゃないですか。こっちは12フレットまでだけど、これはねもっとあるんですよ。何フレットまであるかというと10、11、12、13、14、15、16フレットまであります。はい、これ何が違うかというと、まあ、あの高音の方が弾けるわけですね。こういう風に、ここを使いたいよという方、はい、これはソロウクレレとかなんかフレーズで上の方も使いたいなという人はフレットが打ってある方を選ぶといいと思います。まあ、ガズはですね基本的にあんまり上の方の音を使わないというのと、あのここのね木のここの指板の上でガズはこうストロークするのがすごくあのやりやすいんでね、あえてここにフレット打ってないと選んでるんですけど、これ選べるのが G ラボウクレレの特徴でございます。これいいですよね。あのプレイスタイルによって選べると、ざっくりですけどモデルによってねちょっといろいろ細かい違いはあるんですけど、どうやって選ぶかというと、概要欄に貼ってあるウクレレのね詳しくはこちらみたいな、ホームページのトップページのこのバナーなんです。ここに行ってもらうと、そのモデル例えばあのガズモデルだったりブラックビューティーをクリックすると、選ぶこうプルダウンの設定で選んでいくみたいなのありますんでね、はい、そんな風になってます。あとね、あのセミオーダー、 G オーダーっていうセミオーダーがあるんですけど、こっちはですねかなり自由度高く選べるようになってます。そして私分かんないなとか、どういうのがあるんだろう、分かんないという風に思う方、スタッフがですね相談に乗りますんで、お気軽にですね、お問い合わせください。どんなあのお問い合わせ、あのプレイスタイルとか相談してスタッフが、皆さんに助言をすることができると思いますんで、まあまああの知らないね、選べるって言ってもどんなのか分かんないって方もいらっしゃると思いますから、お気軽にあの相談していただければというふうに思います。 G オーダーはですねもう本当ものすごい可能性があります。色ももう何十種類からも選べるようになってますからね。はい、そういうことがですね、まあさっきも言ったように、ガズレール公式ホームページのこの辺のところにずらっと並んでますんで、ちょっと一回よく見てもらってですね、ガズレレ G ラブのウクレレのことをちょっと知ってもらうと嬉しいかなというふうに思います。はい、そんな感じで選べる喜びがあるのがねこの G ラブウクレレの素晴らしいところで、でも一個だけ、よう間違いないウクレレですから、もう最強最強最高のウクレレ、音がもう弾きやすさ、弦高の低さと、このプレイビリティの高さですね、めちゃめちゃいいです。一回弾いていただいた方はこのね良さもう分かっていただけたと思うんですけど、これ薄いんですよ。この薄さなのにこの鳴り、もちろん普通のレギュラーサイズのウクレレだったら、まあ、さらにふっくらした音が鳴るとか、まあ、いつもですねあのガズレレ YouTube のレッスン動画でこのとろけるようなサウンドを、弾いていただけてると思うんですけども、本当にねあのいい音です。よくなります。そして育てていき、いくウクレレなんですよ。ジーンズとかレザーみたいに使えば使うほどその人の色に染まっていって、やっと買った時よりもどん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 良くなってくるんですよ。いろんなこと、音も良くなってくるし、雰囲気も丸くなってきて、とろみが出てきて、なんかこうやっぱりね優しみが出てくるっていうか、そんなハンドメイドウクレレです。これ本当に1本ずつね、一本ずつ手が凝ってる、もうすごいんですから、ぜひ見た皆さんね、これチェックしてもらいたいです。そういうわけで、改めてもう一回、2023年の7月22日、正午から、G ラボガズレールのウクレレたち販売ですよ。予約、つうか、ないもの、あるものもあるんでね、それはちょっとラインナップの確認はね、公式ホームページの中で、皆さんが欲しいものによってちょっと変わってくるので、ご確認ください。わかんないことだったら気軽に問い合わせしてね、問い合わせ のことも、概要欄に貼っとくんで、よろしくお願いします。そして、その翌日、23日は博多で誰でも参加できる無料イベントですよ。来てね。はい、オレンジ色の本のソングブック5の、発売記念イベントなんですけど、ウクレレ持ってきてください。もうセッションする曲も3曲4曲決まってますからね。あいみょんとスピッツとサザン、これを熱唱しましょう。他にもどんどんやろう。ガズレレソングもやるよ。ウクレレ持って集まってください。そういうわけで今日はガズレレ G ラボのウクレレたちの7月の販売と予約のお知らせでございました。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。